これどういう多分ね、やりながら説明した方が一回、ま、回しながらやった方が分かりやすいかもしれない。で、まあ、ちょっとこれ仮で始めてみるんですけど、はい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 、カードがいっぱい出てて、でスパイマスターの人にだけ色が割り振られてると思うんですよ、はい、青いカードと赤いカードがあって、はい、これでどうだ。で天月さんと俺とジャスさんは赤陣営で、ノアさんの方は、青陣営、うん、なんすよ。で その青陣営と赤陣営のカードは、スパイマスターにしか見えてないっす。あ、俺らにしか見えてないんだ。そうで、それを言っちゃダメ。はい、分かった。はい、でそのカードをそのこの諜報員の人たちに取ってもらうのが目的で、うん、例えばこのサギとツバメが青のカードをするじゃないですか、うん、そしたらなんかその鳥とか、うん、はいはいはい、ノアさんがヒント出す。なるほど。で確かに文字入力できると思うんだけど、うん、鳥って調べたら、しかも鳥でツバメとサギで2あるから、うんうんうん、分かってきたよ。数字を入れる場所があると思うんだよね、ノアさん。2枚あの数字選択できる右に。本当だ、こうか。でそれ出したら鳥に関するカードが2枚自分の陣営のありますよっていうことなんで、3人で話し合ってどのカードなのかを選ぶ。鳥だからじゃあツバメは確定じゃないみたいなで、一回普通にカードクリックしてもらったらチェックみたいなのができるんですよ。で、青と赤陣営以外にこの白いカードがあって、白いカードは、外れカード、どちら側の陣営でもないカード。あー、だから選んじゃったら敵のターンに変わっちゃいます。で今度ジャスさんがなんかその 、ね、赤に関する赤のカードを取れるようなヒントを出す、うん、ベーコンとケーキがあるんだけど、それだったら食べ物だよね、うん、食べ物で2枚あるから2ってことだよね。だけど敵陣営のカードにも食べ物があったら、もっと別の言い方しなきゃいけなくなる。あー、例えばトーストも食べ物だから。あー、なるほどね。白がどちら側の陣営でもなくて、黒いカードは死神カードだから選んだ瞬間負ける。あー、なるほどね。それで間違ってカードだから、例えば俺と天月さんがこれでベーコンは硬いっすよねっていう話して、ベーコン選んだらまだ連続でいけます。はいはい、はい、え、じゃあこれこのでもそうケーキだけど、いやでもトーストも飯っすよねっつって、俺がトースト選んで、はい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 、別だったらこれ相手に飛んじゃうみたいな。あーあー、連続で取れるんだ、クリアしたら。出してる数字プラス1枚まで選べる。あ、じゃあ3枚までってことか今のは。なるほど。相手のカードを選んだらどうなの？相手のカードを選んだら相手のポイントになるっす。おー、説明うま。ターンが変わる。説明うま。うん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 。カードの横に数字が書いてあると思うんですよ。あの赤7で今青9。うん、はい。でこれは0になった方の勝ちっす、先に。取り切ったら勝ちなんだ。取り切ったら勝ち。うん。うん、スパイマスターとは見えるのが違うとだよね。スパイマスター同士は全部バーのが見えてるんですけど、うん、ああ、情報員はその見えない情報でやる。だからニルさんは赤いカードを取らせるヒントを出さなきゃいけない。はい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 。で黒が一個あるんだよね、この中に。あ、そう、あの黒が一個あって、それ取られた取った瞬間負けなんで、そこだけ。うわ、それは多分こう。ほう。はい、おお、そんな行く、そんな行く、はい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 。そしたら、なるほど、まあ、ベルトもう一応装飾品だよね。そうっすね、うん、え、あとあ、ゴブレットもそうじゃね。ゴムはゴブレット、ゴムは、あ、ゴムも装飾品か。他に何かない、難しい。え、待って、どうしよう。スパイクとかはこれ、いやいやいや、それ危ない、それ危ないよ。危ない危ない。スパイクって、いや、危ないのかな。装飾品ではないか。それでいったらゴムも、いやでもやっぱ3だから、うん、ちょっと押してるところもあるんじゃない。まあそうね、そうね、そうね、広めにね、ベルトは硬いっしょ。じゃあベルトちょっと、ベルトは、俺ちょっと責任取りたくないんで。じゃあ、え、どういうこと、どういうこと、どこ、あ、これチェックマークか。右上の、そう。いや、行きましょう、じゃあ僕は。ベルトは、ベルトは自信あるか、みんなこれは。ベルトは行こうよ、ほい。ナイス、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 ナイス。3だから、あと2個ある。うん、うん、うん。スパイクかゴムがちょっと悩みどころってことでしょ？ゴブレットって何っていうか。ゴブレットも俺、ゴムも、ゴムも遠い、わからんわ、あんまり。ゴム？うわ、装飾品なの。装飾品か。
これセクハラ入ってねえかなんか。いやでもなんか腕にさ、確かになんか腕にはあの髪結ぶゴムとかつけてる人ね。あ、そうね、はい、なんかお父さんの思考を読めばいいってことでしょ。だってこれってさ、いやだからゴムは入ってると思うわ俺。いや俺も入ってる、この音なら入ってる、音は入れる。あ何やってんすか。なんでだよ。何もしてないよ。ちょっとこっちに RTA 負け RTA よかった、聞いといてよかった。チーム、アメ、アメフトなかったっけ、アフリカか。これスケートと、あれスケートってチームじゃないっけ。一人で、チームじゃねえわ。危ない危ない。スケートまあ競技ですよね。でもチームではないよ。絆、絆か。あ、じゃあカバーじゃない。あー絆でやっぱカバーしよう。あー、まあここは確か勝っ、ジャンヌダルク、ジャンヌダルクは違うな。ジャンヌダルクは違うな。違うか違うか、違うか。そっかそっか、なんかコンボ技とかではないこれ。待って、かなりね、有名人こっちで選べばいいんですよね、これ。俺まずいな、このゲーム。こっちのコメントで、ちょっとかなりさっきのジャスさんのいいところ出てる。これ、ジャンヌさんとダルクさんと思ってる説ある。でも俺、アフリカ、インドがこれ被ってる時点で似てるやつは出さない。あ、なるほどね。ちゃんとニルさん、それ信じてんだ、ニルさんは。でも俺、砂漠にレモネーだったら嬉しいけどな、俺。違う。さすがにそれは騙されますよ。それはそう。その色がないよね。ニルさんの気持ちわかんないよ。ニルさんの中の思考ではそうかもしれないけどね。インドで、じゃあちょっと僕が。インド、僕も、うん、そっちとも。あ、でかー、ありがとうございます。お疲れ様です。わざわざね。あり、もうちょちゃんと話し合えよ、ちゃんと話し合ってくれ。まだ分かるやつ、ちゃんと話し合ってくれよ。まだはい、はぁ、攻めたな。一緒、いや、愛は入る。ちょっとありすぎじゃない、ちゃんと考える。だって愛も一緒だし、ペットも一緒じゃん。花婿も教会は一緒か。ほら、だって患者もお医者さんと一緒じゃん。いや、そこ入るかな。まあだから愛は確定じゃん、愛は確定じゃん。よし、惜しくね愛は確定じゃん、愛は確定でしょ。で、宝石賞だって宝石と一緒だよ。いやジャガさん、荒らしてんな、敵チーム。もうジャスさん、ジャンヌとダルクいるよ。色、一応これで終了するっていうのも一応手は、まあ任せる、そこは任せる。終わりですもんね、これ。俺ら5枚取ってるからね、すでにね。なるほど、うん、まあ、そこは任せるっす、俺は。ちょっと一旦初見のジャスさんと合わせて。ちょっと5枚か、まあ、赤に優しく。でもだいぶ余裕あるじゃんね。そうよ。じゃあジャンヌダルクで。天だから空にあるが、天土星でいいんじゃないですかね。1個目は。早いな、怖いな、押すな。で、マッティングが早いんだよな。くるみさん押すな。天入ってるから入れてるんじゃないかなと思ったんですけど。さすがにコーチ、さすがに。爆弾？なんで？あー、それあるかもしれないですね。爆弾ステージはあるかも。で、マッティング行ってもいいですかね、これ。いや、危ないんじゃない？いや単純に天が入ってんで、大胆にこれ危ない、危ない。うまいぞ。よし、天、あと砂漠も選べるんですよね、後で。さっきの、あー、そっか、アフリカだってこれるんですよね。うんてやな、とりあえず天の賢いな。いや、なんか DG さん欲しいだけ一個いっちます。やっぱ学歴あるからな、DG さんな。はい、よし。教会から行くんだ。一個前の砂漠もアフリカだ。うわ、すげえ、
おい、いい、強いっすね、やっぱこれは強いやんけ、強い、こんな感じなんね、これちょっとむずいかも、ちょっと待って、ジャスさん、左下、一番左の列の下から2番目読める？まっつい、これ誰、あ、これ内からか、これ強水やね、あってる、お父さんあってるよね、そう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 、そうやで、ね、あ、よかったよかった、そう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 、よしよしよし、なんてよ、これかな、はい、攻めたね、え、そうだ、くるみちゃんちゃん、くるみちゃん、これじゃないですか、これこれじゃないですか、あ、まあそうやな、デザートは絶対そうやろ、まあ大丈夫でしょ、チョコレートあるよ、チョコレート、いやでも、いや、マジでチョコレートないか、え、チョコレートないか、何やねん、パチンコの玉みたいなやつすっすよ、タピオカそこまでね、そうなってるかな、え、でも3つやんか、ゲッテゲッテ、よし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 、ストロー、ストロー、いや、バブルってあるかな、バブル結構英語でバブルティーって言いますね、うわー、そこまで行くか、マジで、え、一回ストロー行ってからバブル行くじゃん、それともチョコレート行くか考える、いやでもチョコレート味もあったりはするんですよね、そうやねん、そうやねん、そうやねん、ストローはそうちゃう、ストローはそうやの、ストロー、うん、レベル高いな、押すよ、よいしょ、うい、でもバブルでいい気がするんですけどね、タピオカどうだろう、でもどうはないと思うんで、多分行ってもいいとは思う、バブル行くで、ほんとバブルで参戦、行ける行こう、さあよっしゃ、3ね、3本取ったな、3本取ったな、これはもう終了で、お、行こうか、マジでこれ坂さん信じていい、ちょっと、お願い、坂さん、お願い、いきなり人頼みや、お願い、バイマスター、実際そうですね、まあ、うさぎさんが飛んでるやん。でも笑い方カラスやん。うん、この2つは硬いっす。あのニルさん。あ、分からへん。この2つ硬いっす。じゃあでもう1個っす問題は。カーボーイ？いやーなんだろうな。犬犬。カーボーイか。じゃあちょっとまずいくっす、ちょっとここは変わって、シャケさんうざけんなよねえ、なんでこれお題が多いだろ、これナイス、どういうことなの、カンフー、あの今までずっと配信で可愛い子ぶってたの何やったんじゃ、うさぎさんが飛んでるのって言ってたの何やったんマジ、あれこれ爆弾なの、これそんなこと言ってないわ言ってねえわまあ俺マジガチうまいんでこればっかりは、はい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 、分かりました、じゃあのこれお絵かきの森の方とは違うっす、もうガチうまいっす、キャリーする、俺でもさっきやったからな、どうします、でも俺今の見てもらったら分かるけど得意ではあるよ、じゃあ僕行きます、いやいや俺大丈夫、俺得意ではあるよ、いやあそう本当に、熱いよ、渡します、いや、そっかそっか、あ、オッケーオッケーオッケー、じゃあ任しちゃおうかな、あーマジか、いけ、あーマジかそっかそっか、オッケーオッケー、もうジャさん、シーシーシー、あー、わかったわかったわかった、そうそう、時間やね、時間あるからな、あーオッケーオッケー、終わるまで、ちょっと待って、4対2始まったって、こうですね、オッケーオッケーオッケー、まあだから、船は襲われるよ、カッパや、サメに、あー、まあパラシュート、カッパ、うるさいうるさいうるさい、待って、ニコリ、ねノアちゃん話し合いは30秒しかないぞ、やばい、ちょ、じゃあ違うじゃん、そういうの違うじゃん、何よ、話し合うゲームでしょうが、考えられるか、まずどうしよう、カニバト、ゆっくりでもいいよ、四とか四でも、え、それゆっくりじゃない、まあ、まあ確実にね、10秒ではあるから、焦らすつもりはないけど5秒ではある、全然ゆっくりでいいけど3、2、1、え、ちょっと待って、え、オッケーちょっとずついくわ、え、ちょっとずつだな、教師、あ、行くの、だから話し合いはいや、教師はまあそうね、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 あと冒険するかどうかやね、ニルさん、
早いよ冒険。冒険そうやな。リースとか言っとくか。あ待って。ありがとうございます。何やってんのよ。やばい言い過ぎたかもしれん。おろおろおろぞ。あいい。ニルさんやんこれ。ありがとうございます。1分ぐらいは判断まあそれはそうそれはそう。いや気が早いな。クレイさん、ここで勝負をかけんとやばいって。気が見えすぎてるかもしれない。クレイさん。ここでギャッといかんと俺たちやばいかも。キルポ大事よね。こうねキルポね。うん、ちょっと やばい。だよね。伝わってる。でももう10秒しかないの。え、かえかあのしかない。そうなの。行こう。えでもこっち。やばい。何がこんの。1とか2とか2だ。イカ様ではある。イカ様はするよ詐欺師なんていくらでも。イカ様、まあイカ様はするよ。はい、イカ様、イカ様、イカ様は絶対するんだから。あれ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 クルミーさん、はい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 、えこれやばいかもしれない。これはね、やばいかもしれない。え、一番の詐欺師おらん？こっちのチームに。一番がおらん？卑怯。ちょっと考えてくれ頼む。え、でもこんなだって俺これでフランスとかつけたらこれ肩立つっすよ。選びづらいっすよ。さすがに。卑怯なのは卑怯。まあ、ジャッジ。ああジャッジマジであるかも。いややばいこと言った？お父さんはバロランってやってるわ。あーあーそういう。行こう。しっかり一人ずつやらかしてるな。みんなトロールした。でもさっきの詐欺師の日ブー。じゃあゾウと言うんでね。魔人ブー。